数学における玉規制とは、ある対象を玉と木の二属性のいずれか一方に配することである。しばしば、二つの対象に対して、それらの玉規制が一致しないことをもって、それらが相違なるということの理由づけとするというような、議論に用いられる場合がある。同様の性質を示す概念に、政府があるが、政府には例を合わせた三属性とする場合もある。 玉木性の定義される最も基本的な対象は、整数であり、2で割り切れるものを、偶数、2で割り切れないものを奇数と呼ぶ。しばしば、例は偶数かというような形式の疑問が持たれることがあるが、それはその文脈で全体として想定している。数の範囲が、自然数全体であるか整数全体であるかということに完全に依存している。すなわち、 自然数の範囲内で考えるならばであり、整数の範囲内で考えるならばなどと表せる。ここで、慣習に従い自然数の全体を N、整数の全体を Z で表した。また、自然数には例を含めないものとし、例及び自然数を合わせた全体を N 例で表している。偶数や奇数に対して指則を施したものが、 どのような玉規制を示すかということは、いくつか簡単な法則にまとめることができる。このことは、整数 z の2を法とする乗余類間 z に z イコール、0、1における算術としてというような形に表すことも、できる。また、偶数イコール1、奇数イコールマイナス1であり、下法、情報、0、1をそれぞれ情報、べき乗、1、1で置き換えることで、 同じ台数形の別の表示を得ることもできる。ありがとうございます。